高速船は1983年7月にバンダイが日本国内用に発売したゲーム機である。元々は1982年にアメリカのゼネラルコンシューマーエレクトロニクス社がベクトレックスとして発売したものである。アメリカでの価格は199ドル、日本国内での定価は54,800円である。ポータブル機以外の家庭用ゲーム機としては珍しく、 表示装置を標準搭載している。縦置き9インチ白黒 CRT を内蔵し、モノクロ表示と引き換えにシャドウマスクのない、ベクタースキャン特有の画像が特徴である。通常のテレビのようなラスタースキャンではなく、オシロスコープ等と同様の画面に直接線画を描く、ベクタースキャン方式のため、通常のテレビを表示のために使うことはできない。 ベクタースキャンを採用した唯一の家庭用ゲーム機とされている。持つのではなく置くタイプの4ボタンのアナログ入力対応ジョイパッドなどを装備していた。オプション機器を利用することでコインオペレートが可能でカウンタートップ筐体のアーケードゲームとしての運用も行われていた。また独自筐体のアーケード版も存在する。専用ソフト対応ソフトは ロムカートリッジで供給された。などが発売された。アーケードゲームからの移植については、ベクタースキャン及び外部リンクも参照。バンダイは、店頭での有料プレイやレンタル式販売、プレイ大会のテレビ中継といった施策を打ち立てた。また、当時バンダイがスポンサーを務めていた特撮テレビ、番組、兄弟兼バイクロスサーにて、同期が小道具として登場した。だが、 本体価格が高価なこと、さらに画面込みの本体が非常に大きく持ち運びや置くのが困難なため売り上げは思わしくなかった。日本国内で遊べる一色版としては2012年12月より配信されている iOS 向けユニバーサルアプリ、ベクトレックスリジェネレーションが存在する。各ゲームの再現だけでなく、ベクトレックス発売当時のテレビ CM 動画が 収録されている。また、インディーズ作品の追加収録を予定しているなど、今後の展開も考えられている。21世紀初頭から小型化した高速線のプロトタイプの存在がインターネットのコミュニティの間で噂されていた。2003年に発刊されたエッジマガジンの122号には小型化プロトタイプの目撃団が掲載されていた。また、2010年には GCE の買収元であるミルトン・ブラッドレイ、カンパニーの元従業員の息子とされる人物から小型化プロトタイプの写真がインターネット上に投稿された。2018年、アメリカが州国テキサス州にあるナショナルビデオゲームミュージアムは高速船の小型化プロトタイプを入手したことを公表、修繕した上で展示した。このプロトタイプは小型化に合わせて、 ボタンの配置等が変更されている。ABCDEFG、モニタと本体が合体した最初期のゲーム機、高速線に幻の小型プロトタイプが実在した。ベイビデオゲーム博物館に収蔵される。デンファミニコゲーマー。2019年10月13日閲覧。 ABCDE コアムックシリーズナン、no. バー682電子ゲーム懐かしブック P62 武増新記録テレビゲームファーストジェネレーション第2回 TV ゲームグラフ T1984 年日本編ファミツー .com 角川2019年10月12日閲覧ありがとうございます